野由里さん、はい、トーマスさん、ご結婚誠におめでとうございます。おお、ご両家のご親族の皆様、ご両家のご親族は誠におめでとうございます。私はトーマスさんの幼い頃からの友人でライアンと申します。この特別な日に皆様の温かい笑顔に囲まれていることを大変光栄に思います。私は日本語が流暢ではありませんが、日本語でお話しすることが野由里さんのご家族への敬意の感謝の気持ちを示すために重要だと感じました。トマスさん、トノユリさん、私とデイビドをこの素晴らしいお祝いに招待してくださったことに心から感謝します。トマス、デイビドと私は幼少期からの長い友人であり、トマスとは3歳の時に幼稚園で出会い、その後5歳の時に小学校でデイビドに出会いました。トマスのお母さんがトマスの5歳の誕生日でパーティーでの出来事について教えてくれたのですが、彼が私よりも先に5歳になってしまったとして、私はそのパーティーで泣いてしまったそうです。今でもその時のことを笑い話にしています。まあトーマス、今ではあなたが私よりも先に年を取って、年金やしにアパスをもらうのも大歓迎ですよ。今日この場にいられることを心から嬉しく誇りに思います。トマスが私たちをこの特別な日に招待してくれたことを決して忘れません。野由里さんとご家族の皆さん、私たちをこの素晴らしい国に温かく迎えてくださりありがとうございます。あと5日間滞在しますが、日本のすべてを楽しみにしています。わお、トーマスさん、トノユリさん、ご結婚おめでとうございます。お二人の人生が終わりのない喜び、愛、冒険に満ちたものになりますように。ありがとうございます。